どの商品もおすすめだよ。お気に召さなかったみたいだね。どの商品もおすすめだよ。それにする毎度あり。それにする毎度あり。それにする毎度あり。ありがとうございました。どの商品もおすすめだよ。お気に召さなかったみたいだね。これでよろしいですか？心配しないで。メイドとしての役割は最低限果たすつもりよ。お花見！理想の剣技！理想の剣技！理想の剣技！また一つ強くなっちゃいました。理想の剣技、お昼にしましょうか。ひどい。一瞬でしたね。理想の剣技。せい、お花見。理想の剣技。天罰の石柱。味わうのが楽しみね。理想の剣技。天罰の石柱。理想の剣技。
理想の剣技。理想の剣技。自己管理も仕事のうちなのに。どうにも気分が優れないね。なんだか体調が優れません。お花見せい。理想の剣技。えっ、また一つ強くなったよ。昨夜の世界。お花見。味わうのが楽しみね。天罰の石柱。桜と共に散りなさい。無駄。やだ。せい。はじめまして。私はオリジナル電脳隊の犬走りもみじです。下っ端の紹介天狗ですけど、腕には自信がありますよ。あやさんにだって遅れを取るつもりはありません。あと一応言っておきますけど、私は犬じゃありませんからね。誇り高き白狼なので、そこだけは勘違いしないように。そこ。調子に乗るな。理想の剣技。
やっぱり外の世界の技術力はすごいな。こんなの逆立ちしたって私には思いつけないよ。またわけのわからない機械をいじっているんですね。起きないんですか？余計なお世話だよ。っていうか勝手に家に入ってこないでほしいんだけど。あら、ちゃんと声はかけましたよ。大方機械いじりに夢中で気づかなかったんでしょ。待ってくださいよ、あやさん。遅いですよ、もみじ。やあ、もみじ。相変わらず大変そうだね。ほんと、付き合う方の身にもなってほしいよ。おうほう、私の前でそんな愚痴をこぼすとは。悪老天狗のもみじちゃんも偉くなったものですね。はあ、これだけこき使われたら愚痴の一つもこぼしたくなるに決まってるじゃないですか。これだからカラス天狗は。なんですって？あの、そういうのは外でやってくれないかな。おっと、これは失礼。犬っころとじゃれ合っている場合ではありませんでしたね。もみじ、言葉を選んでください。噛みますよ。これは？ブンブン丸新聞の号外です。面白いネタが入ったので急遽刷ったんですよ。なになに？森屋神社倒壊、新たな異変の幕開けか。なんじゃこりゃ。異変も何も、また二柱が喧嘩でもしたんじゃないの？それが今回は違うみたいなんだよね。不思議なことに目撃者は口を揃えて、気づいたら神社が倒壊していたっていうの。そんなバカな。それが事実なんですよね。ちゃんと裏も取れてます。それでは渡すものも渡したし、私たちはこれで失礼しますね。他の場所にも配って回らないといけないので。ほら、行きますよ、もみじ。はいはい、どこへでも付き合いますよ。あ、そうだ、ニトリ、最近天狗大将棋にまた新しいルールが追加されたんだよ。今度暇な時にでも勝負しよう。うん、いいよ。次は負けないからな。言ってろ、返り討ちにしてやるよ。それじゃまたね。新たな異変ね。
いらっしゃい。ようこそ降臨堂へ。ありがとうございました。黒天狗の力見せてあげますよ。それでは頑張ってくださいね。紹介なら任せてください。私の得意分野ですから。ついてきたのが分かります。
強くなったの。理想の剣技。お昼にしましょうか。理想の剣技。理想の剣技。スプリング。味わうのが楽しみね。お昼にしましょうか。桜と共に散りなさい。理想の剣技。それそこ、お花見。力がついてきたのが分かります。理想の剣技。理想の剣技。理想の剣技。この辺りにはオリジナル電脳体はいないのかしら。ちょっと待ってください。あ、近くに2つほど反応がありますね。本当？危うく見落とすところだったわ。これは多分疫病神のジョーンさんと貧乏神のシオンさんですね。うまく隠れていたみたいです。見つけたわよ。見つかったわ。だからもう少し離れようって言ったのに。何よ、もっとよく顔が見たいって言ったのは姉さんじゃない。それはそうだけど。よりがみジョーン、よりがみシオン、あなたたちには私の仲間になってもらうわよ。あんたがこのゲームのプレイヤーなのね。ええ、ひなない天使よ。覚えておきなさい。プレイヤーは2人いるって話だったけど、もう1人は一緒じゃないの？社内のこと？残念ながら別行動中よ。ここにはいないわ。どう思う姉さん？もう1人のプレイヤーの方が取り付きがいがありそうだったかな。そうね、私もそう思う。ちょっと何よブツブツ。悪いけどあんたには魅力を感じないのよね。な、私の何が不満なのよ。顔を見ればあなたのことは大体わかるわ。不運ではないけれど幸運というわけでもない。貧乏ではないけれど裕福というわけでもない。違う？何が言いたいのよ。つまり今のあんたには疫病神にも貧乏神にも好かれる要素がないってこと。私は貧乏神だし、ジョーンは疫病神なのよ。そんな人に取り付いたって何の意味もないわ。姉さんの言う通りよ。両方とは言わないけど、せめて人財産くらいは気づいてから口説いてほしいわね。とはいえ私たちも鬼じゃないわ。一回だけあなたにチャンスをあげてもいい。
チャンスですって？ええ、ここから少し行ったところに洞窟があるんだけど、そこには埋蔵金が隠されていると言われているの。まあ真偽のほどは定かじゃないけどね。なるほど、さっきの言葉は嫌味ではなく勝利条件だったというわけね。そういうこと。これはゲームよ。あなたが私たちを仲間にするためのね。いいわ、受けて立とうじゃない。必ず埋蔵金を見つけ出してあなたたちを仲間にしてみせるわ。手中にあり、力がついてきたのが分かります。スプリン、ここだ。共に散りなさい。理想の剣技、
まだ。お花見。一瞬で仕留め。そのために、もっともっと可愛くなってみせるわ。そこです。天罰の石柱。嘘。それ。そんな。理想の剣技。味わうのが楽しみね。お花見。それひどい。理想の剣技。理想の剣技。そんな理想の剣技。理想の剣技。理想の剣技。そうそう。せい。味わうのが楽しみね。
と共に散りなさい。お昼にしましょうか。それ、理想の剣技。また一つ強くなった。やめて。天罰の石柱。共に散りなさい。味わうのが楽しみね。理想の剣技。どう？これだけあれば文句ないでしょ。驚いたわ。まさか本当に埋蔵金を発掘してくるなんて。しかも、ええ、洞窟に入る前に比べると運気も上がっているみたい。とっても取り付きがいがある魅力的な顔になったわ。そうでしょう、そうでしょう。もう二度と魅力がないなんて言わせないわよ。まあ約束だから、あんたの仲間にはなってあげるけどさ、私たちに取り憑かれるためにここまでするなんて、ほんと物好きよね。は？もしかして気づいてなかったの？私たちを仲間にするということは私たちに取り憑かれるということ。あなたは財産と運気を失う代償として私たちを得るのよ。ああ、なるほど。そうなるのね。何よ、その嫌そうな顔は。確かに私たちは嫌われ者かもしれないけどね、その辺のオリジナル電脳体なんかよりずっと役に立つ自信があるわよ。まあ、力に代償はつきものか。支払う代償の分はきっちり働いてもらうからね。ええ、もちろんよ。ご期待に添えるよう、ほどほどに頑張るわ。お疲れ様です。あなたの活躍、ずっと見ていましたよ。